つも思ってたんだけど。何を思ってたの？今見えてる孤島って、周りに何もないわよね。何もないですね。一体どうやって戻るのかしらね。確かに、ここに降りた後どうやって戻るのかしら。普通に建築で戻れるんじゃないですか。あ、建築があったわね。一体何のゲームしてると思ってたんですか。間抜けね。は、あなたも忘れてたでしょ。私はお姉様に少し話を合わせただけよ。っていうか一回水の中に落ちてみない？死ぬわ。こんなところに宝箱あるのですね。フォートナイトは大体どこに降りても、近くに宝箱あるわよね。さて、中身は、ラッキー、ミニシールドポーションが出たわ。お嬢様早速2つ飲んでいきます。向こう側に戻るのに、どれくらいの資材が必要なのかしら。多分200くらいあればいけそうね。足りなくて途中で落ちたら面白いわ。何か悪いこと考えてるわね、フラン。お姉様、資材200と言わず200で挑戦してみない？あなた、私が落ちて死ぬのを見たいんでしょ。バレちゃったわ。まあ足りなくなったら木を切りに戻ればいいですから。いや、お姉様なら、あ、資材ない、とか言って落ちると思うのよ、私。随分愉快なこと想像してるみたいね。うん、この場所から何か聞き覚えのある音がしてる。確かに聞き覚えがありますね。一体どこででしょうか。この音は、まさか。あ、これ裂け目の音だわ。あ、裂け目の音でしたか。なんだ、それじゃあ初めからどう脱出するのかなんて、考えなくてよかったわね。裂け目がある孤島なんて孤島じゃないわ。どういう意味ですか。でも、実際私もどれくらいで行けるのか少しは気になってるのよね。お姉様、お姉様に裂け目なんて必要ないわ。急に食い気味に来たわね。本当に建築でここを渡るのですか。まあ、正直余裕で行けるでしょ。この資材量じゃまだ無理ですよ、お嬢様。行ける行ける、これで行きましょう。行けないわよ、どういう見積もりしてるのよ。あれ、なんか雪に埋まっているような。まさかこんなところにひんやりノームがあるとは。まさかのひんやりノーム。とりあえず開けるわ。本当にいろいろなところにいるのですね。まだ4体しか見つけてないわね。もう少しひんやりノームを探す努力をしないと、お姉様。なんでひんやりノームを探す努力をしないといけないのよ。あれ、お姉様ってひんやりノーム探すためにこのゲームしてたんじゃないの。そんな理由でこのゲームやってるやついるのかしら。いたとしたら少し怖いわ。そうかしら。そうですよ、妹様。さて、だいぶ木材も集まってきたわね。あとこのストークの木を切ったら、向こう側に渡ってみましょうか。今だいぶ空振りしてたけど大丈夫。大丈夫よ。お嬢様走っていきます。なるべく向こうに近いところで階段を作るわ。別に適当なところからでいいでしょ。ダメよ、こういうのは角度が重要なのよ。そこは高すぎますね。うん、なんだか微妙だわ。かなり迷ってるみたい。まあ、ここら辺かしらね。お嬢様決めたみたいです。さて、あとはここにまっすぐ階段を作っていくだけよ。落ちろ、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 落ちろ。今フランが何を考えてるのか、手に取るようにわかるわ。じゃあ行ってみてよ。落ちろ、でしょ。違います。はいはい、あなたの目を見ればわかるわよ。あ、どうやら無事にこっちに着きましたね。絶対の孤島は建築を使えば無事脱出できると。まあそんな建築より裂け目の方が安全だけどね。もしかしたらプレイヤーが2人降りて、1人が先に使ってしまうかもしれないでしょ。パーティなら喧嘩になりそうな場面だわ。そういう時の建築ってことよ。はあ、落ちなかったか。こう見ると長い階段ですね。でも資材全部合わせて300程度で行けたわ。もうここはいいから敵を探して、つまらないわ。わかったわよ。さてと、敵がいたわ。サイレンサー付きスナイパーライフルで狙うお嬢様。当たってないわ。早いところ撃ち抜きたいわね。む、どっちに行った？右ですお嬢様。移動しながら撃ってきてるわね。木の裏にでも隠れるつもりかしら。ちょっと、全然当たってないわよ。やっぱり当てにくいわね、これ。そして敵は隠れるつもりなんて全くないみたいです。だけど向かってくるって感じでもないわね。中距離で撃ち合いたいみたい。スナイパーライフル持ってる私が有利だと思うのだけれど、もしかして敵も持ってるのかしら。ここまで使ってきていないので、その可能性は薄いかと。そうよね。お姉様が頭撃ち抜いたら終わるわ。それじゃあもう一発。あ、敵が降りたわ。徐々に近づいてきてるわ。ここで撃ち抜ける気がするわ。気がしただけだったわね。もうサイレンサー付きスナイパーライフルはいいわ。お嬢様スナイパーライフルで倒すことを諦めました。ま、当然ね。当たらないし。ち、敵に上を。お嬢様すぐに階段を壊します。敵が自分から降りてきたわね。上は漏らしたわ。お嬢様が優位に立ちました。敵は下に降りちゃったみたい。あら、一番下まで降りたわね。あとは上に登ってくるところを狙うだけですね。お姉様得意の戦法。登ってきそうで登ってこないわ。これでは攻撃できませんね。敵の階段壊しちゃえばいいでしょ。あれは壊しても意味ないわ。で、後ろか。どうやら別の敵が来てしまったみたいです。それに封じて倒しに来たみたいだけど、残念ね。お姉様敵をショットガン一発で倒したわ。このシールドポーションの異常は。でもさっきの敵が多分もうこっちに向かってきていますよ。これは多分上取られるわね。そんなに焦らなくてもいいわ。私はお姉様が焦らないといけないと言ってるのよ。敵が突っ込んできたわ。さて、ショットガンの時間ね。今の攻撃でシールドが剥がれた。そしてこれで終わりよ。うーいじー。というか今の戦闘、どうしてアサルトライフルもサブマシンガンも使わなかったのですか。なんか、出なかったわ。初心者さん。うるさいわよ。トマトテンプルの近くまで来ましたね。近くに敵はいなさそうね。遠いところにはいるみたいよ。マウンテッドタレットを使ってる敵がいるわ。そんな奴には銃弾をプレゼント。あ、一発で仕留めました。204メートルだって。音もなく殺す。ナイスショットでしたお嬢様。これやられるとびっくりするわよね。さて、もう一人の敵も狙うわ。しかし当たらず。む、正面からなんか嫌な音がするんだけど。これは飛行機の音ですね。本当に真正面から来たわね。私はバレてない。私はバレてない。私はバレてない。こっちに向かってきてるような。そりゃバレるでしょ。ふっ、突っ込んできたわね。飛行機って降りた敵の位置よくわからないから嫌だわ。
本当にわかりにくいですよね。しかも突っ込まれた後だからね。とりあえず上に建築してるけど、あ、敵がお嬢様の横を通り抜けていきました。そしてそのまま上まで取られちゃったわね。最悪だわ。なかなか厳しいです。どうするのお姉様。下に降りて敵を待つわ。お嬢様敵を警戒しながら、だんだん下に。降りたらもっと不利になると思うけど。ふふ、わかってないわねフラン。大丈夫、お姉様よりはわかっているわ。何を、お嬢様どうやらここで敵を待つみたいです。近くにある物資に隠れてみるとか、どう？速攻でバレるでしょうね。敵が降りてきたわ。よし、ここで上に。残念、屋根で塞いでしたわ。こいつ、お嬢様に大ダメージです。一気に残り体力44ね。ち、これでも食らいなさい。お嬢様のショットガンのダメージは28です。大して当たらなかったわね。こうなったら一か八か、お嬢様死にました。ダメダメね。自分で編集した彼のこと忘れてたでしょ。忘れてないわ。それにしても、やっぱり飛行機で突っ込まれると焦っちゃうわ。その前に機銃のダメージも受けていましたからね。飛行機が突っ込んできた時の対処法もトム。あるわよ。何よ、言ってみなさい。スナイパーライフルで乗ってる敵の頭を撃ち抜く。結果、実用的じゃないわ。はぁ、お姉様ができないだけでしょ。十数回に一回は狙えばできるでしょう。できないとは言ってないわ。でもやっぱりそれは実用的じゃないのよ。そもそも常にスナイパーライフル持ってるとも限りませんからね。そういうことよ。お姉様の場合、何百回に一回じゃないのかしら。そこら辺はどうでもいいのよ。お嬢様、なぜ今風船を。普通に間違えたわ。これは今回もダメそうね。スラープジュースゲット。近くに敵がもう一人いますね。さあ、早く降りなさい。あの敵が降りた場所、銃弾しかないわね。降りたところを撃っていくお嬢様。だけど残念エイムだ。これは少し敵がかわいそうだからあざと外したのよ。あ、また外していく？む、ショットガンを拾いましたかね。ショットガン持ってる敵にシールドなしは怖いわね。ここでスラープジュースを飲んだお姉様。さて、もう外さないわよ。お嬢様敵を倒しました。うぅいぃ。なんか資材が一気に増えたわね。さっき山を見つけたのよ。あ、それでレンガと鉄がこんなにあるのですね。そういうことよ。ソルティスプリングスに敵はいるの？多分ね、戦闘音が聞こえないから逆にいると思うわ。高いお話をしてから早速敵よ。よく今の距離でショットガン撃とうと思ったわね。良いダメージ入りました。うわ、高いわね。さっきもこの距離での戦闘見たわよ。そしてこの近距離戦を制したのはお嬢様です。危なかったわ。残り体力が21しかない。絶対今のお姉様死んだと思ったのに。でもこれは少しまずいかも。これ、新しい敵が来ていませんか？ち、どうしようかしら。とりあえず敵の落とした金のポンプショットガンが欲しい。ああ、物欲がすごいわね。3000バースト拾っていますお嬢様。大丈夫、わかってるわ。もうすでに敵はこの上に登ったみたいね。家の中にいればとりあえず安心。さて、いつまでもつかしらねえ。敵がどのタイミングでこの中に入ってくるか、ですね。ここから脱出するいい方法が思い浮かばないわ。このジャンプパッドを設置して飛んで逃げられるかしら。飛ぶ瞬間に叩き落とされるわよ。ああ、怖いわねそれ。体力がシールド合わせて71しかありませんからね。近い距離でショットガンもらえば一発アウトよ。ここに宝箱があるのか、今は開けることできませんね。窓の近くに敵の気配があったわ。危なかった、もう少しあの部屋にいたら撃たれてたわ。あれから少し時間が経ちました。まだここでグダグダしてるの。決めたわ、私あの宝箱開けるわ。それはやめておいた方がいいのでは。もう決めたもの。絶対大したもの入ってないわよ。あ、プレゼントが出てきました。プレゼント、ふん、プレゼントね。あ、何か悪いこと考えてる顔だわ。プレゼントを下に投げつけました。これで一体どうなるのかしら。あ、上を壊してきますよ。壊したタイミングで外に出る。あ、敵がショットガン外した。お嬢様奇跡的に勝ちました。奇跡的とか言うんじゃないわよ。運が良かったわね。これがプレゼント戦法。ごめん、意味がわからないわ。いきなりプレゼント投げた時は何事かと思いましたよ。バカかと思ったわ。フランは今もそう思ってるでしょ。あ、バレた。あの後お嬢様死にましたね。あのロケットランチャーに当たったつもりなかったんだけど。そして今は上から敵を狙ってるみたいね。ふふ、上から一方的に撃てるのはいいわね。ちょうど嵐も来ていますね。あの敵、あそこじゃ飲まれるわ。どうするのかにものね。多分上に登ってくるでしょう。っていうかあの敵にそれ以外の道はなさそうね。上に登ってくるならさらに地獄よ。お嬢様当然ここを狙い撃ちます。木材めちゃくちゃ使ってそうね。自分の足場と銃弾防御のために上にも作ってるからね。普通に登るより2倍かかっています。む、落とせるかしらね。いや、多分無理よ。もうこの崖と繋がってる。敵が上に登ってしまいました。あらら、早いこと。お姉様もすぐに登っていくわね。あれ、建築が勝ち合うと思ってたんだけど、敵がこれ以上上に登ってきませんでしたね。お姉様、もう一人別の敵いない？私も今そんな感覚したわ。どうやらその敵と戦ってるみたいですね。初めは女子の2なんてするつもりなかったけど、なんか結果的にそうなっちゃいそうね。運がいいわね、お姉様。お嬢様難なく倒しました。しかし、一体もう一人の敵はどこから来たのかしら。この嵐をちょうど抜けてきたところだったのでは。そうだとしたら災難ね。私としてはいいことだらけだったけどね。いいことしかありませんでした。さて、残りの敵はもう3人ね。ここでしっかり優勝したいわね。しかし、なんか後ろにいる気がするのよね。どうしてそう思うのですか？かなり小さい音だったけど、足音が聞こえたような気がしたのよ。それまた気がしただけでしょ。いや、今回は本当にいるわ。あの足音は聞き間違いじゃない。姿は見えないですが、敵はいると、一番怖いパターンですね。敵はお姉様を見つけてるかもしれないからね。その上で、じーっと見てるのかもしれないわ。はぁ、嫌な眼差しね。周りに警戒を。うわ、ヘビースナイパーライフル。明らかにお姉様を狙って撃ったものね。あ、当たらなくてよかったですね今の。当たってたら勝てる可能性が限りなく0になってたわ。お姉様の近くにいた敵も動き出したみたいよ。ふふ、
くん、ようやく姿を現したわね。これで狙うことができますね。まずはお前を倒す。その後にヘビースナイパーライフルの敵も倒す。うまくいくかしら。はい、ズドン。うわ、ショットガンのダメージ210ダメージ。完璧に頭を捉えたわね。一発で沈んだか。ナイスショットでしたお嬢様。残る敵は二人、一人は分かってるけど。ふふ、分かってる奴がいるならそっちに行くわ。あ、狙撃で倒されました。何？どうやら結構近くにいるみたいね。狙撃で敵を倒したみたいです。まああの敵倒してくれて助かったわ。確かにこれで少し楽になったわね。敵の姿が見えました。このショットガンは当たらず。上から行くわよ。空中ショットガンです。189ダメージ。そして最後はコンパクトサブマシンガンで倒しました。最後はショットガンのエイムが冴えてたわね。やっぱり至近距離で頭に当てたらダメージ高いわ。優勝おめでとうございますお嬢様。さて、今回はこれで終わりよ。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。